ここに4つの写真があります。自動車、飛行機、船、そして鉄道です。みんなは毎日どれをどれくらい使うでしょうか。例えば都会に住んでる人、東京や大阪の都会に住んでいる人は電車に乗るという人が多いんじゃないかなと思います。中には毎日満員電車に乗って学校に通っている人もいるかもしれません。けど田舎に住んでいる人、地方の人っていうのは。 電車はあまり使わないですどこかに家族で出かけるってなったらそして飛行機にたくさん乗ったことがあって外国にたくさん行ったことがあるという人もいれば飛行機も船も乗ったことがないという人もいるかもしれませんけど例えば島に住んでいる人とかっていうのは船をきっとたくさん使ったことがあるんじゃないでしょうか。 まそういう風に住んでいる地域やま生活の仕方によってこの交通手段というのは変わってくるんやね今回の動画ではこの交通日本の交通について勉強していきたいなと思いますそれじゃまず最初に今話した4つの交通手段についてその特徴を考えてみたいなと思いますどういう特徴があるのか もうちょっと分かりやすく言うとそれぞれぞのの交通手段のいいととここころ、便利なところはこなってどんでしょうか。例えば逆の例を話すとスーパーに買い物に行こうっていう時に飛行機に乗る人いいないよね。めっちゃお金かかるし大変やね逆に。スーパーに行こうってなったらまあ車で行ったりとかちょっと遠いところに買い物に行くってなったら都会の人は電車を使うかもしれません。 ま自転車とかを使う人もいるかもしれないけどねまなので飛行機というのはどういう特徴があるかというとやっぱり遠くに移動したい時そして早く移動したい時に飛行機を使うというのが基本かなと思いますまけど飛行機っていうのは人を運ぶだけではありません飛行機で物を運ぶこともありますただえっと船みたいに重たいものは運べません 石油を運ぼうとか鉄鉱石原料を運ぼうみたいなことはもちろん飛べなくなってしまうのでできませんなので飛行機で物を運ぶためには軽くてお金がかかるので飛行機の井戸は軽くて高いものを運ぶのにぴったりです例えば宝石とかあとはパソコンとかの中に含まれている IC チップ コそういうものは軽くて高く売れるのでそういうものを運ぶ時に飛行機を使ったりしますそして飛行機は速いので中には新鮮な野菜や花を届けるために飛行機を使うこともありますそれが飛行機の特徴になってます逆に船の特徴っていうのはゆっくりです飛行機に比べると遅いけどこうした飛行機 すごいいコンテナの量ね、重たいもののを運ぶのに適しています。もうこれでしか運べないよね。なのであ船というのは国と国との貿易です原料や燃料をえっと他の国に運んだり出てきできた製品例えば車とかを他の国に運んだりっていうのはもう船でででしかできない仕事です。それじゃこれとこれはわかりやすいよね。飛行機と船はわかりやすいけど自動車と鉄道の違いは何でしょうか 車のいいとこころどでしょうさっきのスーパーの話で考えると車のいいところは家からスーパーにそのまんま行けるよね。スーパーの駐車場に泊まることができます。けど鉄道でどこかに行こうと思っても近くの駅までは移動できるけどそこから歩いたりしないといけないよね。なので車はドアからドアへ目的地までそのまんま行けるというのがいいところです。 なので人だけじゃなくて宅急便って車で運ばれてくることが普通でねそれはやっぱり家のところまで届けることが車やったらできるからその住所まで持ってくることができるからですすごく小回りが利くというのが車のいいところですけど車で運べるものの量や人の数というのは限られています電車みた,いにたくさんは乗れないでなので都会のよね電車みたいに。 人が多い所ところっていうのはこの電車が活躍するところです決められた時間通りにたくさんをたくさんの人を運ぶたくさんのものを運んだりするのにはこの鉄道が向いていますというわけでえっと都会っていうのは鉄道が発達をしていて田舎の方はやっぱり車が多くなってるんよねそういう特徴がありますよほそれじゃそれを分かった上で日本のこの 輸送ていうのは物や人を運ぶことです輸送と交通はどういうふうに変わってきたんでしょうか大きくこの3つのポイント三つの点を話したいなと思います下のグラフを見ながら話していきたいなと思いますまず1つ目旅客の輸送は以前は何とかが多かった旅客というのは人のことですそしてこのグラフは貨物1960年貨物2009年 旅客千九百六十年。そして、旅客二千九年となってて、こっちらが人の移動やね。こっちらが物の移動です。なので、人の移動の方を見てみて、以前は何とかが多かったのです。何色が昔多かったやこれ二千九年で千九百六十年です。昔は青が多かったよね。めっちゃ多いね。青は何かというと、鉄道です。そうなんです。昔は鉄道が多かったんです。もちろん千九百六十年。 1960年代にも車はあったんやけど今みたいに一家に1台とか一家に場合によっては2台持っているような家もあるんじゃないかなと思いますそれだけたくさんの車はなかったので今よりは鉄道が多かったんですそれが見てください2009年なのでもう結構前になってしまうんやけど鉄道の割合はぐっと減ってきてこのオレンジの部分自動車の割合が増えてきましたなので現在はの割合が増えてきました 貨物と旅客にこれは国内の輸送を表しているんだけど国内の輸送はオレンジの自動車が一番多くなっています。物を運ぶのにも鉄道が今は国の中では日本の国内では一番使われています。そして3つ目これは国外の貨物輸送は何とかが最も多い。 これは国外なので下のグラフには出ていないんですがさっき話した通りものを運ぶ国外の貨物輸送っていうのは国と国とでやり取りをするので貿易のことです。なので貿易では何が一番多いかというとやっぱり大きな原料や製品を運ぶことが多いので船が最も多くなっています。こののグラフは国内なのででてて船が最も多いです。 でも国外の人の移動っていうのは人が多いです。船であんまり海外旅行をしている人ってそんな多くないよね。なんかめちゃくちゃお金持ちしかいなさそうやね。普通外国に行くってなったらみんな飛行機で行くと思います。なので国外の旅客輸送は人が多くてあ、飛行機が多くて国外の貨物輸送は船が最も多くなっていますよと。これもしっかりとそれぞれの交通手段の特徴が分かっていると。 なるほどと納得できるんじゃないかなと思います。ま、こういう風うに日本の国内の輸送や交通も移り変わってきましたんです。